今日は遠方からもですね、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。まあ、牧場での、まあ、馬との接し方というか、まあ、注意事項とか、それの説明をさせていただきます。まず、先に、お食事をしていただいて、で、その後に。怖がらずに近づいて、そんなの臨機応変に、対応していったのをちゃんとこう、キリストも間もなくあと10分ほどで、最初の、牧場村瀬ファームさんの方に向かわせていただきます。村瀬ファームの村瀬さんです。どうも村瀬です。よろしくお願いします。とりあえずどうもありがとうございます。今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。戸田先生の大学時代の、そうです、はい、馬術部の後輩になります。戸田先生はどういう方でしたか？いや、とても熱心で優しく、はい、原骨系はなかったですか？とても面倒見てくれました。はい、いい先輩でした。そうですね、もう尊敬しております。あ、はい、よかったです、はい。まあ、大丈夫です。勝手に自分たち、構わないです、うん、ここではい、構わないです。はい、はい、絶対噛まないので怖がらなくて大丈夫です、うん、いいこと、よかった、よかった。今2度ほど治療しまして、はい、それで今岩弁といいますか、はい、人間でかさぶたが今できてきてる状態ですので、それがきれいに取れればある程度落ち着いてきてると思うので、ですから運動量も今少し、はい、ウォーキングマシンも長めにしておりますので、若干体重も一時期90近く5ぐらいいったんですけど、はい、今91で今してますので、ですからまあ運動しながらまた徐々に体重も増えていくと思います。はい、言うことを聞いてくれるときは言うことを聞いてくれますので、
本当内心ちょっとドキドキはしてたんですけどもこの大人数の前でどうなるかなと思ったんですけど、でもやっぱりそういうところはしっかりしてるなと思いまして、はい、改めて山田ちゃんのすごさをびっくりしました。はい、じゃあ本当にあの、はい、村瀬さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。すいません、これからも相葉の話よろしくお願いします。こちらもよろしくお願いします。すいません。貴重な体験をさせてもらって良かったです。あの馬の温かさというか、実際触れられて、あと、社員とか相葉のちゃんに声をかけさせてもらって、本当に貴重な体験させていただいてありがとうございました。はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。どうぞ。すごくあの結構社員の目が好きなんですけど、はい、目を見ました。すごい優しそうな目をしてて、あので可愛くて良かったです。はい、あの競馬場でも実際近くで見に行かれて。はい、行きました。はい、社員のレースは行ってますね。はい、いいですね。またぜひ参加したいですけど、機会があれば。はい、だいぶ楽、あの目の感じが変わってきました。安心してきたな。大丈夫です、全然大丈夫です。女性の方が反応がいいですね。耳が向いてきました。これやっぱり普段直接触る機会は全くないので、すごい嬉しいですね。あとはまあ馬の蓋にならないようにっていうのがあれば、また参加したいなっていうのはあります。なんか実際に触れられて良かったです。これからもこういう機会があったらまた来たいです。良かったです。シャイニーアイで良かったです。今度早く呼ぶなとね。あと岩木の温泉にもうちょっとで移動できるっていう万能文さんから聞いたんで、あ、それも良かったなと思って。身近に触れて嬉しいです。また何かあったら行きたいなと思います。ありがとうございました。今回初、初参加ですごく貴重な体験を
させていただきました。なんかゲームでしか見たことないような建物ばっかりだったんでね、いろいろと面食らったところがありますけれども、すごく、ね、現場に来て皆さん一生懸命なので、ね、頑張んなきゃだなって思いました。ありがとうございました。最近右側に人とかが来るとどうしても嫌がっちゃって、別にまあ何されるわけでもないんですけど、やっぱり自分の中で右が怖いっていうのが多分あると思うんで、それでやっぱ押せ右側にいたっていうのがあってちょっとパニックっちゃう、うん、で、まあ、でもあれだけ暴れられようってする意識があるんだったら、あの基本的に足がもうダメだったら、あのああやっても歩けなくなっちゃうんで、だからまあ状態はもう安定して現状維持でもう、はい、あのしてるんで、うん、あそこまで元気だったらあの、まあ、リハビリ行って、はい、徐々に徐々に良化していくのかなとは思うんで、はい、その副所長から輸送の、うん、今輸送してももう輸送リスクはあもう全然ないですね、はい、そこはそんなに、まあ、いわゆる通常リスクと考えればいいということですね。今までやっぱいろんな馬見てきて、ディープシャインのやっぱ目がその自分でまだやるよっていう目はしてるんで、だからやっぱりそういう気持ちにやっぱ応えていきたいかなと思って、昔こう見ててもやっぱり予後不良になる一歩手前の馬見てても結構やっぱみんな目が死んじゃうんですよ。もうやる気なくしちゃって、うん、あのもう自分は走れないんだと思って、やっぱそういう馬はやっぱ復帰できないっていうのは見てきてるんですけど、過去にやっぱり一頭目がすごいしっかりしてて、あの走りたい意欲を持ってた馬もいたんで、そういう馬はやっぱりダメだなって言われてても本当にもう足がもう半分ぐらい切れちゃった馬だったんですけど、それもやっぱりつなげてうまいことレース行って、うん、ちゃんと走ってたんで、やっぱそのぐらいやっぱりあの子の目は生きようとはしてるんで、その辺やっぱり僕らも応援したいなとは思うんで、うん、できる限り、ね、やっていきたいとは思います。今日も本当に一日こう全てをご案内していただいてありがとうございました。いえいえ、写真まで、まあ、こういう機会がいつでも来てもらえたら。ありがとうございます。